アマデウス、アマデウス、アーマデウスは1984年に制作された映画、ブロードウェイの舞台、アマデウスの映画家である、カイマーリー・エイブラハム演じるアントニオ・サリエリを中心として、トム・ハルス演じるボルフガング・アマデウス・モーツァルトの物語を描く。映画版、アマデウスは、アカデミー賞の作品賞、監督賞、主演男優賞、脚色賞、美術賞、 美少デザイン賞、メイクアップ賞、音響賞の8部門を受賞した。他にも、英国アカデミー賞4部門、ゴールデングローブ賞4部門、ロサンゼルス映画批評家協会賞4部門、日本アカデミー賞外国作品賞などを受賞している。日本での公開は1985年2月、2002年に20分のカット場面を復元し、デジタル音声のついた、 ディレクターズカットも公開されている。1823年11月のある夜、ウィーンの街で自殺を図った老人、アントニオ・サリエリが精神病院に運ばれた。彼は病床で許してくれ、モーツァルト。君を殺したのは私だと言い続けていた。後日、病状が安定したサリエリを、神父フォーグラーが訪問し、話を聞こうとする。 当初は神父を下げみ拒否していたサリエリだが次第に軟化する。そして、にわかには信じがたい驚愕すべき内容の告白を始める。サリエリは若い頃は音楽への愛と経験な信仰心に生きており、オーストリア皇帝ヨーゼフ2世に仕える作曲家として人々から尊敬されていた。しかし、彼の前に天才作曲家、 ウォルフガングアマデウス・モーツァルトが現れたことが、サリエリの人生のすべてを変えてしまう。その類いまれなる音楽の才能は、大衆から称賛され、天真爛漫かつ下凡で礼儀知らずな人間性は、他の作曲家から軽蔑を受ける。しかし、ただ一人サリエリだけは、モーツァルトの才能が神の寵愛を受ける唯一、最高のものであることを理解してしまい、自分は、 モーツァルトの進化がわかる才能しかない凡庸な人間だと思い知らされる。そして、モーツァルトへの激しい嫉妬にさいがまされる、サリエリの苦悩が大きな悲劇を生んでいく。舞台版では、再現不可能なプラハでのロケシーンや、オペラ、高級からの誘拐、フィガロの結婚、ドンジョバンに魔キのハイライトシーンが挿入されるなど、映画版ならではの見どころも多い。劇中、 本来ドイツ語による、オペラ、高級からの誘拐と、魔キは、脚本のピーター・シェーファー自身が訳した英語の、訳詞によって歌われた。オペラの上演シーンの撮影に使われた、プラハのスタボフス系劇場、別名、エステート劇場、あるいは、ティル劇場。当時は、ノスティッツ劇場と呼ばれていた、は、実際に、モーツァルト自身の指揮で、ドンジョバンニの初演が行われた劇場である。 モーツァルト役のトム・ハルスはピアノを猛特訓し、劇中の多くの場面で、大役や吹き替えなしでピアノを弾いている。指揮法についても、ネビル・マリナーのトレーニングを受け、マリナー曰く、多分彼が音楽映画の中で最もちゃんとした指揮をしていると思うとまで言わしめた。なお、劇中の時代にはまだ現在のような指揮法がなかった。史実を反映して指揮を行う場面は、 すべて素手を振るう形で行われている。サリエリ役のカイマーリー・エイブラハムは当初は小さな役でキャスティングされて、台本読みの段階で監督にたまたまサリエリの代役を任されると、あまりに演技の高さに圧倒され、主役に抜擢された。モーツァルトの大一人者ということで参加を依頼されたマリナーは、モーツァルトの原曲を変更しないことを条件に、 音楽監修を引き受けた。しかし実際には、グランパルティータが抜粋で演奏され、ドイツ語のオペラは英訳され、仮面舞踏会の場面で、モーツァルト作の軍歌、我は皇帝たらんものが歌詞なしで演奏されるなどの改めが行われている。なお、モーツァルトが皇帝に対して、ドイツの心はドイツ語で表現すべきです。ドイツの心とは何か。それは、 アイデスと対話を交わしてドイツ語オペラ制作を実現する国もあり、ここでオペラが突然ドイツ語で歌われるとセリフが英語であること矛盾が目立つため、いわばこの映画の中の世界では英語がドイツ語として扱われるという舞台劇風なありきりであるとも言える。また、当時の演奏様式や史実に反する交渉も見られる。フィガロの結婚の上演でステージに上がった。 登場人物の人数、オーケストラの第1バイオリンの向かいに、第2バイオリンではなく、ジロが来る現代的配置、トリルの付け方や音楽用語などである。ディレクターズカット版で復元された場面の一つ、サリエリの声楽レッスンの場面で、ジョルダーニのカロミオベンが歌われてる。曲自体は1782年頃の成立とされ、バロック的な装飾をつけて歌われてもいるが、 聞かれている編曲は19世紀末に出版されたものである。またレクイエムでモーツァルトの死を付けられたはずの音符をベッド際で作曲しているシーンがある。加えて古来のモーツァルトの人間像を一変させるような性格付けがされているのでモーツァルト愛好家の多くがマリナーに抗議文を送りつけるという事態になった。ヨーゼフ2世への初めての越見でアントニオサリエリが モーツァルトのために作曲したと、マーチを差し出すが、この相話は架空。マーチも存在しないし、作風がサリエリと全く異なる。それを、コントロダンスへ変装したという話も、全くのフィクションである。屋内撮影の数シーンに、ろうそくの照明が、メインに使われている。撮影監督のオンドリチェクは当初この撮影のため、バリーリンドンでのろうそく照明のみによる撮影に、 用いられた体質性の衛星信用レンズをスタンリー・キューブリックから借りようとしたが断られた。そこで、ロウソク自体の光量を増すためシンが複数本あるロウソクを特注して撮影に臨んだ。余談だが、バリー・リンドンを監督したキューブリックは、同年公開のカッコの巣の上で、で本作品の監督であるフォアマンにアカデミー監督賞を奪われている。屋外ロケは、 ほとんどが中世以来の古い街並みが現存するチェコの首都プラハで行われており、屋内撮影もプラハの歴史的建造物が多く使われている。例として完全版 DVD に収録されている音声解説によると劇中序盤で運ばれる途中のサリエリーが目を向けた舞踏会が行われている建物はフランスの大使館であり、サリエリーが運び込まれた精神病院は 当時機密文書の保管庫として用いられていた古い建物で実際に機密文書が収められていた2階は常にカーテンがかかって中の様子を見ることができないのが像からも確認できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。